東大阪を中心に関西でしっかりと活動をしている党首でございます。衆議院大阪府第13区総支部長八幡愛でございます。ありがとうございます。皆さん、高井の皆様、いつもありがとうございます。令和新選組の東大阪で活動している八幡愛でございます。東大阪の活動のこれお昼休憩でいいですよね。お昼休憩として堺にやってきました。で、なんで私が来たかって言ったら、どうしても皆さんに伝えたいことがあったんです。で、このデモ終わったらまた戻りますけどね、皆さんと一緒に共有したいことがある。私2020年から政治活動をやってます。令和新選組で最初は街回ってたら、消費税廃止なんかそんな嘘みたいなこと言いやがってとか、人気取りのためにとか、あのアホやなとか笑われたことがめっちゃ多かったんやけど、悲しかな時代が令和に追いついちゃった。2024年に入ってからもうとんでもないですよ。ピンポンするでしょ、わあ消費税廃止、もうそう思うとか、消費税廃止してほしいって。私自身が自分で街を歩いて聞いた言葉、これは本当に消費税しんどい、消費税廃止、令和のことを他の政策はちょっと嫌やけど消費税のとこだけはあの一致するわみたいな声がすごく多いんですね。で、今朝私のところに何人かね、近畿で一生懸命頑張ってくれてる仲間から連絡が来たんですよ。令和新選組と一緒に活動をしているあの、まあ、某人がね、令和じゃなくて違う政党から衆議院選挙に出るっていうことに落胆をしたと。だその人は消費税廃止って言ってるけどもって言うんやけど、私正直ね、関係ないと思ってます。私たちは令和新選組として消費税廃止を訴えていく、そっちの人はそっちの人で、あのいろんな角度からこの消費税廃止、今消費税しんどいねっていうことを広めていけばいいって私思うんです。だから決して落胆しないでほしい、落胆しないで、自信を持って令和新選組として今日は一緒にみんなで歩きたい。消費税廃止、今必要なのは減税、社会保険も下げなあかんしって、やらなあかんこといっぱいある。この国に今必要なのは愛とお金だと。いかがですか皆さん。よっしゃよっしゃ。じゃあ社会の皆さん、まだ猫かぶってるやろ、もっともっと弾けていきましょう、自信持っていこう。今朝本当に心くじけた人いっぱいいるらしいけど、いいよいいよ、もっともっと私たちは私たち令和新選組信じて一緒に胸張っていきましょう。今日は一日楽しみましょう。よろしくお願いします。